19日愛知県蒲郡ボート場で全日本アマチュアボートレース選手権が行われました。大変なモーターボート好きで、それは自分が主義であるかということよりも、日本を制世界一の海運10国造船10国にちょっと片棒を担いたいと。漫才界のホープ横山泰史さんは、アマチュアスポーツとしてのモーターボート普及に並々ならぬ情熱を持つ人で、笹川会長もその熱意を高く評価して今日の激励訪問となりました。